全国の映画館では毎週新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ超人シネマアンデアス歌丸が今立ち上がる、その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cinema and DS review about?さあ、ここから夜11時直前まで映画評論コーナー、週刊映画情報ムービーウォッチメモをお届けいたします。今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマアンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するコーナーです。この映画ウォッチ超人っていうのをなんとかこう魔法少女に置き換えてできないかなって今一瞬考えて、映画情報おじさんって普通じゃねえかそのまんまでしかないということに気づいてやめました。今夜扱うのは先週ムービーガチャマシンを回して決まったこの映画、劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語。2011年新アニメとして放映され、アニメファン以外からも熱狂的な支持を得たダークファンタジー魔法少女マドカマギカの劇場版第3弾。テレビシリーズの総集編的だった全2作と違い、脚本作画も新たに書き起こされた完全新作。マドカとキューベイの契約によって訪れた新世界の中、戦いを続ける魔法少女アケミホムラたちの姿を描く、総監督は新房明之さん、監督は宮本幸宏さんということでございます。はい、ということで非常に人も入っておりますが、このね、マドカマギカその最新版というか新編、見ましたよというリスナーの皆さん、またの名ウォッチメンからの監視報告いただいております。メールの量、とても多いです。皆さんありがとうございます。やっぱね、ほんとやれやれね。これだってあれでしょ、また外したり、先週また逃げたり、1000円払って逃げたりしたらまたやれ、またそれはハゲだなんだって。だからどっちにしろあれですよ、だから魔法を行使しても どっちにしろ不幸になるみたいな。俺もうソウルジェム的には大変なね。まあいいや、そのね話が混乱してきてるじゃないか。でですね、興行的にも初登場1位を飾り、まあ、都内の劇場では未だに満席になるところもあるほどの人気。僕も結構深夜の会見ても結構人、いましたからね。なので、まあ、その分量も多いんでしょう。あと当然行く人は窓間際のやっぱ当然それなりのファンでしょうからね。何にも関係ない人行かないと思うから、そういう意味では熱量多いっていうのに、ね、あると思います。評価は高評価が多めと。なんだかよくわからないがとにかくすごかったわかるよ、その感じわかる。作画のクオリティの高さに驚愕、予想できないストーリー展開ながら納得いく展開などの意見が多かった。ただし否定的な意見もございまして、テレビシリーズが台無しになった、これも分かる気がしますけど後ほど言いますけどね。肝心な部分は難しい説明で煙に巻かれた印象、完全に後付け&打足の作品というちょっと厳しい意見もあったりする。良くも悪くも言えないと評価する人、要するに保留っていうか、ちょっとこれも後ほど言いますけど、要するにまだ終わってないっぽいじゃんみたいなとこも含めてですよね。保留するような人も全体の4分の1ほどいたということでございます。代表的なところをご紹介いたしましょう。まず良かったという方、ラジオネームもりもりさん。自分はどうしても絵柄が苦手で、テレビシリーズも本放送ではなく話題になった後の再放送を全話見てから行ってきましたが、これもわかります僕ね、まあはい。正直完全にやられました。まず映像です。もともと劇場映えする独特の映像美でしたが、初めて劇場で見てその美しさに驚き、中盤の激しい銃撃戦のアクションシーンを筆頭に映像の奥行き表現というか、二次元の中に違和感なく入っている三次元表現が非常に立体的で、あまり詳しくない自分には驚きでした。絶対アニメでしかできない表現、演出を突き詰めるとこうなるという一つの完成形を見た気がします。本編も良い意味でテレビとの温度差がなくすんなり入り込むことができましたと。あえて情報量を増やさず焦点を絞ることで、キャラクターの立ち位置や心情の微妙な変化などがより分かりやすく提示され、それが見ている側には違和感として少しずつ膨らんでいく、要するにストーリー上必要な違和感としてね。当然この違和感自体が伏線となっているわけですが、キャラクターの行動で伏線が回収されていくのも説明的にならず、無駄がないと思いました。設定、伏線、展開もよく練り込まれていて、隙のない作りだったように感じますと。まだまだ日本のアニメも戦えると思わせてくれる一本でした。個人的には今年上位ですというね、大変、多少こうビギナーから入ってすごい高評価という件。一方ではですね、ラジオネーム綿棒さん。共感なくして脚本なし、これは先週ゲストの三宅龍太さんがおっしゃっていたことですが、まさにその通りだと思わせる今作でした。脚本家が物語の仕掛けに注力するあまり、キャラクターの感情が置いてけぼりになり、脚本が空回りしている印象でしたと。というで、まあこれまでの作品もこうでしたがみたいなね、いろいろ書いていただいて、シリーズをまだ続けるつもりなら本作ではキャラクターそれぞれの感情を温める充電期間の意味を込めて、心の葛藤につながるシーンを構築できればよかったと思います。僕はそれをテレビシリーズでゆっくりと演出してもよかったと思いますというね。まあキャラクターに思い入れさせるっていうのは、やっぱそのテレビシリーズである程度話数がある方がやりやすいなんてね、よくその話出てきますけども。さあ、といったあたりで早速いきますかね。窓マギね、はいはい。まあ、バルト9とかはじめ、まあ、僕はもう今週3回行きましたからね、3回行ってまいりました、3回行ったし、
去年のちょうど今ぐらいの時期にその劇場版の前後編、要するにテレビシリーズの一応その話上はダイジェストというやつがまあ公開されて、で、まあその時にもうやっぱその窓まぎやれよっていう声があったんですけど、このコーナーでね、見たら続きがまだあるじゃんみたいなね、要するにその今回の新編の予告が最後についてたから、ということでじゃあそのタイミングまで待とうよというような言い訳のもとにこのタイミングってことなんですけど、はい。ただまあその意味ではさっき言ってますけど、今回の作品でもまだ完全に終わってはいないムードもありますけどね、正直ね。まあそれは置いとこう。ともあれ、僕以上にこの作品に対して門外観の方に言っておきます。はい。最低限劇場版の前後編、ね。要するにテレビ版のダイジェスト版というか、そこまでのストーリーは最低限把握しておかないと、この番組のね、番組アドバイザー、瀬野陳さんのように完全に丸腰で見に行ったり、それは、ないってわかるだろそれは、わかんないでしょ、さすがに。絶対によくわかんないと思うんですよね。はい。完全に続編です。もう続きです。とにかく。続きの続きになってるんでね。最低限の劇場版見ておいてください。まあ、逆に言えば、劇場版2本見ておけば、とりあえずは、その窓まぎの話ということに関して言えば、誰でもついてこれるという、比較的手軽についてこれる段階ではあるかなというふうに思うんですよね。まあ、実際その、辛坊明之さん、その総監督も、各インタビューなどでですね、今回のその新編はあくまでその劇場版の前後編からの流れで見てほしいと。テレビシリーズはテレビシリーズで完結したもんだと僕は考えていてと。劇場版でちょいちょいこう演出が変わってたりとか、そんなのを踏まえての流れで見てほしいと言ってるので、まあだから劇場版2本見ればいいという意味では手軽なんじゃないですかね、という。はい。で、僕もですね、リアルタイムのテレビシリーズ放映時には間に合ってないんですね。すごい盛り上がってるらしいっていうのはもちろん伝わってきてたんですけど、で、これは詳しく後で言いますけど、やっぱテレビシリーズに関して言えば、今回その後からブルーレイで後レイで見てもね、これはやっぱりリアルタイムで盛り上がりたかったなーっていう、リアルタイムで見たらさぞかしハマってたろうなっていうね、のはありますけどね、悔しいなってありますけど。で、もう放送も終わって、で、後になってから、この番組でも、あとま、TBS ラジオトップ5でもおなじみ、コンバットレックさんから、窓まぎってどうなのみたいな、こう飲んでる時話してて、いや、俺は、例えば俺たち、アイドル好きというかね、ブブカチームから見ると、アイドルというものの構造、アイドルというものの、ま、言ってみれば残酷な構造のメタファーとして、読めるはずだから。俺たちだったら面白いはず。見れば、歌丸さんが見れば絶対面白いはずだよっていう風に、進めてくれたのね、的に。で、そこで後追いで、まあ、追っかけて、その、テレビシリーズも後追いで見て、あと、まあ、劇場版見てってことで、なるほど、これは超面白いという。で、プラス、まあ、今回のタイミングで、まあ、例によって、まあ、一週間ね、仕事をしながらできる範囲ではでありますけど、その、まあ、その、主要スタッフの関連作品みたいな、まあ、できるだけ見まくったりなんかして、まあ、これいちいち上げてると長くなるかやめるか。とりあえず、最近ブルーレイが出直した辛坊さんの昔、10年ぐらい前か撮ったコゼットの肖像っていうね、これが割とこう原型だなんていうんで、これ見てみたりとか、日だまりスケッチも何話、化け物語とかも何話か見ましたし、あと、脚本のその、うろぶちげんさんの、これ、エロゲーとかまでやってる時間なくてね、ちょっと今週、エロゲーはできないからせめてと思って小説ね、読んだりなんかして、帰国外なんてね、やつとか、あと、フェイトゼロも読みましたよ、だから、あと、アニメ作品だと、これよかったな、板野一郎さん、要するに板野サーカスでおなじみ、マクロスのね、のブラスレイターってね、これうろぶちさんが初めてアニメ関わった、やつですけど、ブラスレイターとかすげえ面白かった。普通に俺はこれは超、好みのやつみたいな。まあ、仮面ライダーですからね、言っちゃえばね。あ、そしてもう、うろぶちさんもちろん今の仮面ライダー、ガイムやってますから。ガイムも見てますよ、これね。あとでガイムの話もしようかな。まあ、とかね。あと、まあ、できるだけその作品が全部見れない分、インタビューとかはできるだけもう、ね、インタビュー本とか雑誌とかもできるだけこう、入手できるものはやってみようという状態で臨みましたよということで、ね、これが僕めんどくさいって言ってるんで、別に窓まぎが嫌いとか言ってんじゃねえよってことですよ。はい。ということで、まあ、ビギナー、その程度のビギナーではございますが、僭越ながらね、窓まぎというシリーズ、まずそのテレビシリーズから始まって何が、そんな面白くなっちゃったのかっていうのを僕なりにちょっと整理させていただくならと、まあ、暮らし方からね、見たらちょっとこう、あれ言ってないこれ言ってないあると思いますけど、ちょっと僕なりに整理してみるなら、まずもう身も蓋もないことを言っちゃえば、いわゆるその、座組が超ハマったっていうことなわけですよね、これね。一個一個のこの要素はそれぞれのこうね、作り手の皆さんがこれまでやってきたことの延長線上発展系だったりするんだけど、それが絶妙なバランスで、しかもこのタイミングで組み合わされることで生まれたマジックみたいなところがやっぱ大きいっぽいじゃないですか、それは。で、その意味ではこれは辛坊さんも、インタビューで何度かおっしゃってますけど、まずこのプロデューサーのアニプレックスの、岩上さん
この人が偉いっていう、この人がこの例えば、宇呂渕さんに脚本書かせて、でキャラクターゼゼが青木梅さんで、でまあシャフトというかね辛坊さんでこう作るというこの座組を考えた。だからそこの手柄がまず大きい。まあもちろんその辛坊さんシャフトのアニメで、青木梅さんっていうのはまあ僕もその何話か見ましたけど、日だまりスケッチなんていうの、でもあれはまあ4コマがベースで、あのほんわかした、まあ、いわゆる日常系みたいなやつです。ただ描写はやっぱそのシャフトの特徴なんですね。あのすごく実験的なデザイン、もうすごいグラフィカルなこう画面構成だったりとか、あと僕すごいあの全部見てるわけじゃないんですけど、第一期だけしか見てないですけど、あの風邪ひく回とかのね、あの日常がこう風邪をひいた目から見て日常がちょっとこう異世界っぽく見える、まあ、すごい変わった演出なんかね、まあ、私、まあ、そういうのは前振りはあるんだけど、とそこにまあ宇呂渕さんのその脚本、宇呂渕さんはまあ、元はそのエロゲーのね、その作家でいらっしゃって、で、割と要はそのハードなストーリー、世界観、ね、グロかったりとかね、うん、超エロゲー、ハードコアっていう、これ僕前からこれ持ってた本なんですけど、太田出版から出てる、これの、表現を引用するならば、もうどの作品も血の宴に重火器の放つ荘園の匂いっていうね、まあ非常にハードで、で登場人物の多くが悲惨な運命をたどるという作風、故にバッドエンドの宇呂渕という、これそういう異名を取るぐらい、まあ、そういう話が乗っかると。だってね、その日だまりスケッチ的なこうほんわかした日常的なそのね、青木さんのそのキャラにどうやってそれが乗るのってことじゃないですか。はい。で、実際これ、ウロブさん自身もこれインタビューで、最初は俺に何しろって言うんだと、その座組でっていうんで、ちょっとこう悩んだっていうね。で、そこでさっき挙げました、コゼットの肖像っていう、辛坊さんが昔やってた、まあ、ちょっと非常にこう、ゴシックロマンというのかな、まあ、ヴァンパイアものというか、それに、青木梅さんのキャラが迷い込んだような世界を想像すればいいんだな、みたいなことが書かれたってことですね。ちなみに宇呂渕さんが書かれる話の、そのテーマ性自体は今回の例えば窓マギとか、言っちゃえばその今までやってきた路線なんですよね。だいたいこう奇跡とか能力の引き換えに何かこう非常な残酷な代償があるであるとか、あるいはその肉体という入れ物と精神という中身のこの相互の話なんかもすごくよく出てくるし、で最終的にはこうなんていうんですかね、こう永遠に、良くも悪くも永遠に続いてしまう円環構造の中に、地獄的であれなんであれ、なんかその主人公たちが閉じ込められるとか、そこにこうグッと収まるみたいなね。だからなんかちょっとこう後味としてはこう、なんかこう不思議に嫌な感じが残るみたいな、ものとか、あるいはバトルロイヤル構造というかね、ちなみに仮面ライダーの、平成仮面ライダーを語る、本、語ろう空川木と龍騎で、私歌丸と、宇呂渕さんね、ちょっと僭越ながらとか同じところにこう並ばせて、こう書いていただいたなんかね、載せていただいたなんかしてますけど、はい、まあいいや。でそういう宇呂渕さんの要は本来ちょっと結構異なる世界観の話の人なんだけど、それが合わさってる。で、それが結果として、そういうバランスが、特にやっぱテレビシリーズとしてのストーリー構成にバチッとあったってことじゃないですかね。例えば最初の2話までは、割とこう、あえてこう、昔ながらのね、要するにそのマミさんですよ。マミさんが活躍してる間はですよ。昔ながらの魔法少女もののフォーマットに一応こう、あえてこう、乗っ取ってるわけですよね。ともえマミさんはこう、技の名前を叫んだりするわけですよね。こう、という割とこう、昔ながらの魔法少女フォーマットにあえてこう、乗ってて、あるいはほんわかしたそのそれこそ青木梅さんのキャラクター的な日常系の空気っていうのに、2話目まではミスリードしつつ、てか3話目の結構終わりの方まではミスリードしつつ、3話目終わりでドーン、実はものすごいハードコアな世界観ですよっていうのを、要するに一気に牙を剥くという、こういう、その話のストーリーの流れ構成にすぐハマってるということですね。でそっからエンドクレジットもね、テレビシリーズ最初に放映した時はエンドクレジット、その、2話はついてなかったのがエンドクレジット、その鈴木博文さんっていう、これさっきから言ってるコゼットの肖像とかも参加して、音楽も梶浦さんっていうコゼットの肖像、音楽つけてる方です。それのちょっとこう、ゴシック的というか、ちょっと怖い、荘厳な世界観というか、そういうところで、要するにエンドクレジットも超不気味な世界観になって、これ、こういう話だったんだ。もちろん勘のいいアニメファンは、座組でわかるんだけど、あ、やっぱ牙向いてきたみたいな、そういう風になるっていうね。こういうのはやっぱリアルタイムで毎回見てたら、やっぱ3話目で来たーなるでしょうしね。8話目で来たーなるでしょうしね。ねえ、羨ましい。これリアルタイムで盛り上がったの、羨ましいなと思います。テレビシーズンのやっぱ醍醐味。これ、例えて言うなら、やっぱ鈴宮春日の憂鬱。最初にテレビシリーズで、放映順の、だんだんこう見てるうちに、あ、こういう話、そんなスケールの話みたいな、だんだん分かっていく、醍醐味みたいなのをすごく思い出しますね、春日をね。はい。で、やっぱその見てる側も、要するに回を重ねるごとに、来週どうなるんだ、どうなっちゃうんだ、どうなっちゃうんだ。で、おそらく作り手側も、
テンションがどん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 こうドライブしていく感じっていうんですかね、これは今回のはおもろいぞっていう、これやっぱテレビシリーズの醍醐味なんじゃないかと思いますし、はい、あとはもちろんね、あの今まで挙げてきたような名前の方以外もやっぱあれですよ、異空間表現、魔女表現、劇団犬カレー、ね、のこう異空間表現、まあ、言っちゃえばこう、コラージュをこう使ったね、まあ、テリー・ギリアム的というか、あるいはまあ、ヤン・シュワンク・マイエル的というか、カレル・ゼマン的というか、なんかこう、そういう、こう、まあ、アートアニメーションね、塔あたりのアートアニメーションみたいな感じ。だからさ、要は、あの、メインの主要キャラクター、とかそのこう背景の美術は、日本のザ・萌えアニメ的な、まあ言っちゃえばもう商業アニメ最前線みたいな、そういう感じの絵柄と東欧のアートアニメーション、前衛的アートアニメーションみたいのが世界観としてこう共存する、絵面として少なくとも共存してるわけで、はっきり言って異常ですよね。やっぱこんなもんテレビでパッとつけてそうやってたら、なんじゃこりゃってな、これはやっぱそのこのインパクトを生み出したっていうのもやっぱある意味こう最大の貢献なんじゃないでしょうかね。だからもちろんまあ、シャフトっていうね、この会社のその、僕が見た範囲でも、やっぱり過去作すごく実験的な手法をいっぱい使ってるわけですね。それこそ犬カレーさんなんか、起用して、まあ、やったりもしているんだけど、もちろんそういう文脈があればこそではあるんだけどと。でもそれが今回の、その、マドカマギカのこのストーリー構成というか、その、テレビシリーズとしてのストーリーの流れにもやっぱ合ってるというね。あるいは、シャフトさんのあれで言うと、文字演出っていうのがありますよね。今回もあの、魔女のさ、魔女文字でこう、バーって出る、ああいうこう、文字がこう、画面の中に出てくる、こう、違和感でありなんなりみたいなも、そういう流れはあるんだけどってことですよね。はい。まあ、それ以外も細かいこと言うと、当然ね、あの、例えば、絵コンテのね、佐々木さんっていうのが、ジブリから呼んできてすげえいい仕事したとか、もうそういうその、一個一個のこう、細かい座組が全部うまくいって、ここの要素はこれまでの延長線上発展系。まあ、それこそ例えばシャフトっぽい演出。ね、ケレン味と言いますかね、非常にグラフィカルな演出であるとか、あるいはあの動きと止めのメリハリ、まあ、これ日本アニメの伝統とも言えますけどね、そういうシャフトっぽいそういう演出とかももろもろそういう今までの要素の延長線上なんだけど、それがもう最高のバランス、最高のタイミングで合わさったマジックっていうことじゃないか。だから作り手の皆さんもこういうのはなかなか作ろうと思ってできるもんじゃないよねっていうのは皆さん口々におっしゃってますよね。はい。ではもちろん言うまでもなくキャラクターの魅力。まあこれもキャラクターの魅力の話飛ばしていい？これしてるとあの、2時間とか経っちゃうんでね。あとはもちろんそのストーリーのまあ言っちゃえば奥深さというか、特に、それこそさっきのコンバットレックの僕におすすめするときの、例えば俺らが見るならばじゃないけど、要は様々な現実の事柄みたいなのをメタファーとして読み取り可能っていうところがやっぱり各所でのその、いわゆる語りをヒートアップさせやすい要素だったってことは本当に大きいと思います。そこさっきのね、アイドルという構造の残酷さ。例えば、アイドルっていうのは年を、減るということが一種呪い、成熟が呪いであるジャンルじゃないですか。はい。というその残酷な構造というののメタファーとして読み取れる。そういう問いを問いか、我々がこう、ブブカチームが日頃こう、AKB 総選挙とか見て、残酷だ最高だ残酷だ最高だってやってる時の問いを重ね合わせることもできるし、あるいはもっと普遍的に例えばね、いろんな例え方できますよ。もう現代社会のいろんな例えられるので、例えば、普通にこう仕事論みたいなことでもいいですよね。最初は良かれと思って人様のためにと思って始めたんだけど、次第にその現実によってこう理想をなくしてって絶望してってしまい、で、一番自分が憎んでいたタイプの大人になってしまいました、みたいなことはまあ、普遍的に重ねられるじゃないですか。あるいはその何のために人々というのは頑張って生きるのかみたいなそういう普遍的な話も重ねられる。ちなみにあの、ウロブチさん、今仮面ライダーガイムというね、新シリーズやってらっしゃるって、今まだ序盤でいろんなライダーがそれこそバトルロイヤル的にこう出てきてる最中なんですけど、この間の3話目かな、で主人公が仮面ライダーシリーズ稀に見る軽薄な男なんですよ、現状は。なんだけど、そのライダーやってすごいチヤホヤされてお金稼いじゃったぜつって持ってきたら、その主人公のお姉さんとかちょっと会話があって、そこで仕事とはみたいなね、あなたのその稼いだお金は仕事で稼いだお金とは言えない、仕事っていうのはみたいなのをお姉さんが言う会話があって、これに俺すごいグッときたんですよね。はい。なのでまあそういうこう重ね合わせ方もできるっていうのも大きいでしょうし、あとまあ登場人物はまあもちろん少女キャラね、いわゆるその萌えっぽいデザインの少女キャラなんだけど、これあの、ウロブチさんがインタビューなどで、例えばこう、辛坊さんとのこう、対談で、こう、辛坊語っていう辛坊さんが出してるこの、対談本みたいのがあって、ここでウロブチさんがこう言ってるんですけど、この、要するに、マドカマギカのキャラクター全部男にして、広東語喋らせたら完全に香港映画、ね、ジョン・ウーの世界そのものだろ、みたいな。そんなこと、まあそういう意味で、要は、登場人物は可愛らしい少女だけど、やってることは男泣きアクション。まあそういう意味でも、まあ僕みたいな連中はやっぱ普通に熱く盛り上がりやすいって、こういうのも当然あるでしょうし。で、ここで僕すごい思うのは、
先ほどもちょっと言いましたが AKB ドキュメンタリー特に2作目3作目、すごいっていうねいつもこの番組で言ってますけど AKB ドキュメンタリーの監督高橋英樹さん、一回お会いした時にちょっと高橋さんがおっしゃってたのは、自分が本当に一番好きなのはハードボイルドものなんだと、なんだけど今の日本でハードボイルドものをやろうとするとひょっとすると主人公はやっぱり女の子になっちゃうのかもしれない。だから AKB ドキュメンタリー 2-3 はあれは高橋さんなりのハードボイルドものでもあるというね、ようなことをまあお話ししたんですね。ちょっとそのことを思い出しました。で同じく例えばハードな現実のメタファーとしての戦闘少女ものでもあるこれアメリカ映画でザック・スナイダーエンジェル・ウォーズありますよね。あれとこう窓マギを比較して、なんていうんですかね問題意識のあり方みたいなのを比較してみるのも面白いかななんて思ったりしましたけどね。はい、というあるいはですね、まあ、例えば、ラストが非常にこう、話題沸騰というか、賛否両論みたいなね、ああいうこう、ラストがあって、これはどの程度ネタバレしていいのかな。あの結末も、まあ、なんていうんですかね、神というか、概念になり果てて、存在は消えて、宇宙全体に普遍的に偏在する概念になってしまいましたって、なんかこう、筒井康隆のエディプスの恋人みたいだな、つって、僕はもう、SF っぽい面白いって、まあ、普通に素直に思いますし、あとやっぱりさっきも言ったように、室伏源さんのその作品、物語とかに、しばしば出てくる感じの結末でもあるかな、というふうには、思ったんですけど、あるいはですね、もう、すごく、わかりやすいところで言えば、まあ、要はそのまどかさんはみんなの魔法少女のその運命を背負って本人は姿は消えてしまうけど概念として神のごとき概念としてって要はみんなの現在を一身に背負ってってことでしょ。つまりものすごい露骨にキリスト教の話をしているっていうふうにもキリスト教的な話をしているとも言えるしという、一方ではさっきの仕事論じゃないですけど僕はもうちょっと、自分に引き寄せて例えば仕事論的な流れで言うとね今我々が暮らしているアンノンと暮らしているこの世界も名もなき自分の名も知らぬ誰かのいろんなのおかげで成り立っているんだというような想像力を働かせろよっていう話、とも取れたりとかね、まあ、だからいろいろな取り方ができるという意味で非常に優れた物語でもあるという、ことだと思います。あとすごく表面的な話をしてしまいますけどやっぱさずーっと話を見てて一番ダメだと思われてた子っていうか自分でダメだダメだって言ってたような子、が結果として誰も成し遂げられなかったようなことを、まあ、能力もさることながらその人の勇気で成し遂げるみたいな展開、まあ、例えばスターウォーズでいうジェダイの復讐のルーク・スカイウォーカーねダメジェダイですよダメジェダイね落ちこぼれジェダイがライトセーバーを投げ捨てる瞬間にね史上最高のジェダイだったアナキンお父さんを乗り越える、ね、彼はその能力というよりは勇気で乗り越えるわけじゃないですか。あのダメだったやつがっていう、まあ、非常に表面的なレベルで私のツボでございますというのもあると思います、はい。でですねちなみにですねここで要するに最終回で、まどかさんがついに私魔法少女になるよと12話こう見てきて、最後の最後で変身するところ。あと、テレビシリーズだと最後にまあ、ほわーんとした宇宙空間で、ホムラちゃんと、こう、お別れの話をするところ。あそこで流れるその梶浦さんの音楽がですね、ひょっとすると俺、大林信彦版時をかける少女の音楽の、ちょっとオマージュ、ちょっと似てるんですよ。しかも時をかける少女の、ここで別れたら、もうあなたの記憶は私の中に残ってないのっていう別れのシーンの音楽とちょっと似ているのでどうでしょう梶浦さんそこら辺っていう、まあ、これは僕の勝手な思い込みかもしれませんが話的にも似ていると思うんですけどね。はい、ということでございます。でということで私は非常にこの話大変楽しみましたと。ただ、このまあ結末に関してですけどね要はまどかさんというのの非常にこうある意味献身的な犠牲によってまあ話は解決したんだけどまあハッピーエンドなんだけど、ただこうホムラっていうねこの残されたそのね、ホムラちゃんにとってはこれ見てる人じゃないとちょっと分かんない話するかもしれないですけどホムラちゃんにとっては結局ホムラちゃん記憶は残ってるわけじゃないですか。まどかがこういうことを犠牲を果たしてくれたとまどかの犠牲の記憶が残っちゃってるってことはやっぱりちょっとホムラちゃん個人にはちょっと重い言っちゃう。で、それで私は戦い続ける。ちょっと煉獄っていうか、終わりのない、こう、苦しみっていうか、ちょっと残酷な結末じゃないかなとも取れる。で、もちろん作り手もそのバランスのことは分かってるからこそ、実際最後の最後に、ホムラちゃんがこうね、なんかもう、荒野みたいなところで、魔獣っていうね、こう、新たに出てきた化け物に立ち向かうときに、ホムラちゃんの背中の、わーっと羽が入るの、それが羽が黒い。で、こう、耳元でこう、窓かが支えたように聞くのも、なんかちょっと不吉な感じが、軽くバッドエンド感ちょっと漂わしてる。という前の終わりではあったわけですよね。はい。で、今回の新編、まあ、続きだって言いましたけど、まさに、このバッドエンド感というのを受けての新編
続編ということになっているわけですね。まあなかなかちょっと本編の話できないな。ちなみにですね、このテレビシリーズのダイジェストとして作られた劇場版ですけど、あの絵的にもとかいろんなものがブラッシュアップされてるんですけど、僕はあの今回ブルーレイのオーディオコメンタリー聞いてて、あーなるほどって思った声優の皆さんが指摘してたんだけど、例えばこのマドカがクライマックスでこう私、魔法少女になるよってこうなるときに、倒れているホムラちゃんが倒れてますね。そこで私なるよっていう場面ですよ。あそこでホムラの額に血がずっとその戦ったとですか、血が流れてる。ここでこの劇場版はテレビシリーズではない演出、ホムラちゃんの血を拭ってあげるんですよね、マドカがね。いや、そういう細やかなキャラクターに対する愛情溢れるブラッシュアップもしているというね、ところに、私、後からこう、そのオーディオコメンタリー見て気づいて、ああ、それは感動するな、というね。あとは、まあ、さやかちゃんのね、髪飾りがこう、加わってる。これはもちろん、さやかちゃんの、キャラクター的な、そのちょっとね、あれを踏まえてということでございます。で、まあ、その流れで今回の新編へということでございますけど、はい。さあ、ということで今回の、まあ、続編、新編、私はどう見たかということなんですけどね。大きく分けて、非常に大雑把に大きく分けて、二つの要素で、が今回のまあ売りというか魅力というか、今回のポイントだと思う。一つはやっぱこれファンサービスの面ですよね、やっぱりね。みんなが見たかったものを見せる。要はキャラが復活して、愛すべきあのキャラたちが復活して勢揃いする絵面。それをファンにもう一回見せてあげる。言っちゃえばこれアベンジャーズ。アベンジャーズです、今回は。アベンジャーズでもあります。アベンジャーズ的なオールスター揃い踏み工業って、そういう側面がやっぱあるわけですよ。これははっきり。そういうサービス的な側面。そしてもう一つ。これはやっぱりテレビシリーズでありその劇場版。要するにここまでの話がある意味完璧に、綺麗すぎるほど完璧に、こう、終わっているわけですよね。で、その綺麗すぎるほど完璧に終わってしまったこの話に対するセルフ回答という面ですよね。言ってみればですね、テレビシリーズ、まあ、あるいはその劇場版前後編までの話を、普通の映画で言う1としましょう。そしてこの1が、いわゆる名作とされている1だとしましょう。で、いろんな世の中には続編があるけど、その続編の中にはですね、その名作とされている1の結末とか、その1の結論を全部ひっくり返す2っていうのがあるわけですよ。例えば、バックトゥーザーフューチャー2ですよね。バックトゥーザーフューチャー1作目は、全部オールオッケーのラストに見えるけど、そうじゃない。お前がやったことで世界は致命的に悪くなったんだっていうことを、しかも、パート1のそのストーリーをなぞりながら、もう一回やるあのダークな2。僕の好きなタイプの2ですよ。そういうダークなタイプの2。あるいは帝国の逆襲ですよね。非常に一作目はわーっとこうね、もう何の悩みもない感じで終わったら、そうじゃねえと。お前がやっつけたつもりになってたそいつは、ね、お父さんだよっていうのとか、俺って呪われた存在みたいな、まあ、帝国の逆襲がまさにそうだしと。ちなみに辛坊総監督は、今回、九兵衛の逆襲にしたかったみたいなね、ことを言ってるぐらいですから。はい。というね、まあ、そういう、いわゆる、いろんな他の映画でもある、ダークな2路線ということですよね。この2つ。要するに、ファン向けのサービスである揃い踏み工業。そしてもう1つは、名作の1をひっくり返すダークな2。この2つだと思うんですよ。で、まず序盤。まあ、そのね、こう、ここまでの話を知ってる我々観客にすると、明らかにこれはおかしいよな。これは絶対におかしいっていう、皆さん非常に楽しそうに振る舞ってるけど、これは絶対におかしい。何かの罠だっていう、不自然な世界設定で、まあ、その魔法少女たちがですね、窓マギのここまで来た話からすると考えられないほど比較的ストレートに活躍するという、まあ、序盤の話があるわけですよ。とはいえ今回はですね、言ってみればやっぱり前編がですね、前編が完全なリアル世界ではないですよね、今回はね。どっかしらちょっとこう、偽装された世界じゃないですか。だから、初っ端から最後まで、とにかく、窓マギという作品世界以外ではありえないぶっ飛んだバランスの映像表現が、今回はもう初っ端から全開です。初っ端から最後まで。てか、ドラッグエアです。おかしくなります。はい。特に今回は、その、日常とされる描写の中にも、その犬カレーさんのね、劇団犬カレーさんのキャラであったりとか演出とかもう新色来てるわけ、してるわけですよ。日常描写ですよって言ってるのに、あれ？これだって前回のあの超怖くなっちゃったあの魔女のキャラが、しかもそのままのデザインで、しかもそのなんか魔女文字をこう、こにょこにょこにょとか、あと喋り方とかも可愛い怖いみたいな感じでいるから、なんかある意味どの画面にも、不安というか、不安定感というか、言っちゃえば不吉さがみなぎってるというね、そういう感じの作りになってる。で、まあ、とはいえ、その、魔法少女たちがですね、まあ、ファンサービスも込みで、まあ、活躍するわけですよ。圧巻の変身シーンですよね。前もね、シリーズとかも、この前の話でも変身シーンすごかったですけど、今回の変身シーン、すごくね、
なんかこう今まで見たことのないその映像表現の組み合わせ、まあ、それぞれのキャラクターが異なるダンスとか、まあ、そういう動きをしながら、でも非常にこうなんてもうちょっと口では表現できないな、いろんな実験的な映像表現をやりながらなんで、動きとかは綺麗だし華やかだしノリノリなんだけど同時にどこか不気味っていう、この後さ、その魔女をそのみんなでやっつけてね、あのクラスメイトのひとみちゃんのさ、何ですか、あのひとみちゃんのさ丸い首みたいのが降ってくるじゃないですか。でその首みたいのを受け止めるとか、あの下りのあのその線のちょっとこうちょっと色っぽい感じとかも含めて、僕はあの一番行っちゃってる時の手塚治虫的な病気感を感じるちょっと描写だったんですけど、はい、であとあれですよね、あのその序盤のその倒す敵であるナイトメアっていうのをこうとどめを刺す時のあのお茶会のあのお遊戯的な歌の表現、こうなんとかね、なんケーキはなんとかでみたいなさ、やってるじゃないですか。あれ何の説明もなくいきなりあれが始まるから、いや確かに可愛いっちゃ可愛いけど、まあ狂ってるよねっていう、そういうバランスよ。これちなみにあの僕今までの狂ってるとか、あの異常だとか不吉だとか、キモいとか、頭おかしいとか全部超褒めてますから僕が映画に求める条件なんで、もうすんごい褒めてますから、はい、でまあ当然まあこのおかしいバランスっていうのは意図されたもので、その、世界っていうのは何者かによって偽装されたものであるらしいと。でその偽装されたものであるらしいっていうのがだんだんこう明るみに出てくる、まあミステリー仕立てのところは、まあもろにそれこそうるせえやつらビューティフルドリーマーね、おしいさんのもう名作中の名作ですよ。特にあのバスが同じところに着いちゃうみたいな、あの描写は非常にビューティフルドリーマー全く同じような描写ねありますし、あとはあれですね、ダークシティとかね、これはアメリカ映画でね、アレックスプロヤスの、最終的には観察者たる宇宙人よりもみたいな、あの展開もダークシティちょっと思わせたりしますけど、まあ要はビューティフルドリーマーとかダークシティ的な、要は仮想現実でしたみたいな、そういうのがあると、ですかね。あるいはあれですよね、すごく幸せな世界が本当は実現してるのに、なんかそのあんまりにもうまくいきすぎてて変だって感じ始める感じ、これあの藤子不二雄の F さんの方の異色 SF 短編集の中のあのどことなくなんとなくだっけ、あのなんか あまりに全てが日常すぎて逆におかしいで、それは実は宇宙人によるっていうあの話であるとか、まあ、その SF 短編集で言えば、あのキューベイ自体がね、あの SF 短編集に出てくる、例えばヒョンヒョロって話があって、あれに出てくるウサギ的な可愛い怖い宇宙人みたいなさ、そんな感じであったりとか、あとはその仮想の世界にいるその街の人々のあのフィロソフィカルゾンビぶりあのリアル完全なる首長竜の日のね、あそこでできたこう、要はやっぱあのゾンビ表現の気持ち悪さみたいな、こうもう窓まぎ真骨頂っていうかね、テレビシリーズにさらにちょっとこうおっかなく気持ち悪いあたりがこう進んだ表現になってるんじゃないかと、そのあたりも本当素晴らしい。とにかく今回はそういう絶妙にこうリアルっていうか現実感からこう絶妙にこう数センチ乖離、数センチやねえな、数メートル乖離したアニメ表現のドライブっぷりが半端なく、まあこれは一言で言えばやっぱりぶっ飛んでるし気持ちいいってことだと思います。ぐい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 それがエスカレートしていく感じが、で一方ではですね、例えばこれも挙げてる人多かったですけどね、あのホムラちゃんとマミちゃんが途中まあ対立して、もともとあんま仲いい人たちじゃないから対立して、まあ言っちゃえばあれですよ、リベリオンってね、あのクリスチャンベールの映画のガンカタ風、まあ要は銃を使った格闘っていうかね、ガンカタ風の格闘&銃撃、あそこなんかだって脚本とかよりも随分膨らましちゃってるみたいですね。要はもうあれがもう気持ちいいしエスカレートしていく、描写が気持ちよくエスカレートしていくみたいなのは、やっぱり窓マギーのその、あの作り手の乗っちゃってる感じみたいなのはすごくこう魅力のうちだと思うんですけど、あともちろんこの揃い踏み公演ですからね、これね、アベンジャーズ的な、当然そのキャラクター、このキャラクターとこのキャラクターのこういうやりとりが見たかったっていう、これはあの、萌えの方じゃなくて、燃えるぜの方の萌え描写。例えば、さやかちゃんとね、京子ちゃんが、ね、結局あの二人はね、ちゃんとコンビ組んで戦うことも本編ではなかったわけだけど、あ、この二人が背中合わせで戦ってるよみたいな、ここはやっぱ燃えるバディ感だったりしますし、あとはやっぱりね、前作ではこう最終的に結局一番憎らしいあいつが特に裁かれなかったんだけど、あいつに逆襲って意味でもそのいわゆる燃えるぜ展開ではあるということ、そういう意味でもまあファンサービス部分としては成り立ってる。あとやっぱそのさっき言った戦いの描写のエスカレート感で言うと、あのマミさんのさ、あのティロフィナーレって言って今回の時のあの乗ってる乗り物の頭おかしいっぷりってないよね、あれね
なんちゅう乗り物に乗ってるんだっていう、でまあそこら中にそういうね、一方ではそこら中に犬カレーさんのそのキャラクターとか演出がもうそこら中にこう毒気たっぷりでこう振り向かれてるという、まあ、とにかく冷静に考えるともう特にクライマックスとかもう絵面のアバンギャルドさっぷり、さっき言った日本的な萌えアニメ的な絵面と東欧アートアニメ感でいうと東欧アートアニメ感が8割ぐらい占めることになっているという。でただここまで、まあ、僕をねこういろいろ言ってきたのはここまではまだ1の要素じゃないですか。でその後、どんでん返し的にさっき言った2の要素、つまり要するに、名作だったとされているその1的なその結末の、ひっくり返し要素としての2が来るわけど、で前のその結末が非常に完璧だし綺麗だから、前の結末が好きだなっていう人ほどやっぱりちょっとこれはなんでそんな嫌なひっくり返し方すんのと、打足じゃないのっていう意見があるのもすごくわかるんです。ただ僕がさっき言ったように前の結末もこれじゃあホムラちゃんがあまりにもちょっと救われないっていうか負担が大きす、彼女の負担が大きすぎないっていう引っかかりを僕は感じてたので、そういう意味ではあそうだよねホムラちゃんやっぱそうだよねっていう展開もなってるし、これはですねこのマドカマギカに関していろんな文章ねもうすでにいっぱい出回ってますけど、テレビシリーズ終わって直後一番早い段階で出た評論本で、山川健一さんという方の成熟という、折というですね、結構要するにテレビシリーズが終わってすぐ出たような本なんですけど、ここにですね、ここに書かれているまあいろいろねこの本すごく面白くて実際皆さんもこれを読めばいいんじゃないかっていうぐらい本当にする素晴らしい考察が繰り広げられてるんですけど、その中に言っちゃえば今回の劇場版の新編の展開を、予言するような ことが書いてあってですね、こんなこと言ってます、山川さん、ちょっとね抜粋して言いますけど、ホムラは愛の人だが彼女が愛するマドカは正義の人であり二人の考え方は常に噛み合わない。ホムラちゃんは要するにその前の話シリーズ通してですね、一回も要するに全体のその正義であるとか全体の正しさのを目指すようなことは言ってないんです。一見それを目指すようなことを言っても、それこそさやかにそれ嘘だろうって言われて、はい嘘ですと、あんたのことなんかどうでもいい、私はマドカのことしか考えてない、とにかくマドカへの愛という動機しかない人、一方マドカは自分の中には確たるその動機もその勇気もないんだけど最終的にはより大きな正義のために人のためになら動くっていう人ですよね、はい、要するに大きな正義対、自分というその、愛というね、世界か愛かっていうこの対立なわけじゃないですか。これまさに今回の話で出てくると。でこの山川さんこの成熟という折の中でこんなこと言ってます。マドカマギカはマドカの成長物語というよりむしろマドカを救うためにその成長を必死で食い止めようとするホムラの壮絶な片思いの物語なのだ。これはそのテレビシリーズまでの話のことを言ってるんですけど、今回の新編最後まで見るとまさにその側面っていうか、あマドカマギカは確かにそういう話だった、もう山川さんの指摘のその本質が一番濃い形で抽出されたこの続編になってるわけですよ、はい、ということで、なので、そう思ってこの終盤のホムラのですね、まあ言っちゃえば悪役化してしまってるんだけど、そのホムラを見てるとこの見方で見るとものすごい切ないわけですよ、はい、この山川さんのこのね眼力の鋭さにちょっと僕は後からこの本を読んだんでちょっとここの部分読んで鳥肌が立ってしまいました。すげえこの人みたいになって、はい、でもちろんさっき言ったマドカっていうのは、今まで言った他の人たちの現在を背負って神になったキリストであるとするならば、それに対応する概念というかね、として悪魔っていうのが出てくるのもこれは必然というか、そういう意味でも構造として今回の、そのどんでん返し展開の筋は非常に通り過ぎてるぐらい通ってるっていうことですよね。はい。で、前の結末のあまりにも綺麗に完結しすぎというふうに見るならば、僕は少なくとも今回のラストの世界は一見バッドエンディング風だけど、前回が一見、なんかこうハッピーエンディング風だけどちょっとバッドな、匂いというか、それをそうじゃないのかなっていうのと逆で、今回すごくバッドエンディング風だけど、世界がある意味その悪魔の登場によって、神だけがいる世界じゃなくて悪魔もいる世界になったことで世界が健全な不完全さを取り戻したというふうにも僕は取れるなというふうに思って見てました、はい、で、まあ、話がでもなんとなくまだ終わってない風なんですよね。なのでこの先まだ話を続けるならばこれはもう勢いデビルマンになっていくしかない、長い号のデビルマンの原作の漫画の終盤的な展開になっていかざるを得ないだろうっていうふうにまあ思うわけですよ。で実際新保昭之総監督はデビルマンがとにかく自分の中の何しろ原点であると、何をやってもデビルマンになってきちゃうみたいなこともおっしゃってるんで、意外とこれそうじね、だからこの要はその裏切り展開、今回の2のダークな2ならでの裏切り展開もちゃんと筋は通っているということなんじゃないかと思うわけでございます。はい、ということで
僕はその顔見せ興行、ね、そのアベンジャーズ、要するにマドカマギカ版アベンジャーズとしても、サービス満点だというふうに思いますし、ダークな2としても、全然ありっていうか、ある意味ダークな2として100点の僕は結論が出てるなというふうに、思ってみました。はい。すっかりマドマギ脳になった上でなのかもしれませんけど、むちゃくちゃ面白かったし、ちゃんとマドマギという話を理解して、その話の方、終わりの方を見るならば、僕はもう、思い入れてみるほどに、やっぱラストの最後の方のホームラちゃんとかも、切なくて切なくて。はい、素晴らしく楽しんだということでございます。はい、ぜひさっき言ったようにテレビシリーズはリアルタイムでね、そのドライブしていくのを僕見逃しちゃって、悔しいなんて言ってますけど、これやっぱしその今この祭りにドライブに乗ってくかないとなかなかこの、高揚感みたいのは後からは味わいづらいと思いますので、ぜひぜひ今すぐ劇場でこう皆さんとね、見るのがよろしいんじゃないですか。劇場でぜひウォッチメンということでございます。 Which movies are inside the capsule?